今日県が発表した新型コロナウイルスの新たな感染者は1887人でした。4人の死亡が確認されています。日ごとの感染者数では11日連続で前の週の同じ曜日を上回っていて、先週の木曜日から700人以上増加しています。大分市の福祉施設や高齢者施設など県内合わせて9カ所でクラスターが確認されています。持病があった70代から90歳以上の4人が死亡しています。県は30分に1回5分間の換気をするなど基本的な感染対策の徹底を呼びかけています。